こちらはあの今回の100メガのイメージセンサーを動かす評価用のボードになります g f x エターナは GFX1002 のセンサーをベースにしています今回はあの動画制作用カメラということでセンサーの駆動を まあちゃんと動画用にカスタムしようということでデュアル ISO800 と3200それぞれちゃんと固定してですね動かせるように、まあ、新たな設計思想を取り入れたと形でカスタムしていますでそこから新たに48フレームでありますがオープンゲートのこの画面全部ですね全部が取れる駆動モードを開発して搭載しました、まあ、ずっと連続 してずっと撮影できる状態じゃないと映像制作なのでまな、あ、長回し当然するなのでこのセンサーからの発生する熱をしっかり伸ばさないといけないそこはまあすごく重要なのでそこがまあシチルカメラよりかはだいぶ違う設計で <laughs> あの基板を作って放熱はしているという構造になってますね本当に目標は無限時間回せるというところに当然になるのでそれをクリアするように。 排熱の金属をすごくいっぱい追加して無限に取れるようにところはできるようになりましたね。うん、まずやっぱり一番はあれです、ね、このセンサーの前の部分に光学ローパスフィルター、はい、そこを入れたところですよねそうですねカラーフィルターをベイヤーのタイプで配置していると4つの証言にこう分かれる形なんですけどもそれをすべてごちゃまずに色をちゃんと入れてあげることで綺麗に RGB が重なっているように情報が取り込めると R の隣の G にも R に合った位置ので画像がちょっと映ってるとで G の隣の B にもその G の隣の情報がちょっと映ってるみたいなそんなような形であの色をなくしているとフィルムって3層で全てのところに RGB 全てのカラーがあるというところを擬似的にこのローパスで再現しているということにはなるものですね。出てくる画像はもう 明らかにちょっと柔らかめの画像が出てくるような設計にはなってますし実際にそれは出てきているものになってますあとですね電子 ND フィルターを搭載しましまたこのデバイス一番濃度の薄いところで ND0.62 段分の原稿からスタートしてで最大で ND2.17 段分の原稿ができるので、まあ、間5段分のシームレスな原稿ができます原稿の滑らかにに変調できるところに関しては ND0.015 分で段数にすると0.05段分の細かさでできますで段分っていうともうほとんど変わってるのか変わってないのか分かんないぐらいになるのですごくシームレススににが変えられるというのデバイスになってます、ね、まず我々このデバイスを採用するにはだって色とかムラとかそういったところそもそも我々のレベルに達しているのかと,いうところがすごく疑問で。 すごくそこは評価を重ねていったところでもありますしサイズのところですね世界初の内蔵の中盤センサーに向けた電子 ND っていうところでサイズが大きいとどうしてもやはりこの歪みみたいなところが生まれやすいとかどうすると画質に影響はなく取り付けられるのかとかそういったところを苦労したところになりますね。まあ、電子 ND をををを使って滑らかかかにに動かせるとこころをちょっと特徴にししたたので、まあ、そこを活かしたような撮影を やってくれるとすごく搭載した甲斐があるなというところはちょっとありますね